ほとんどの人が心不全を起こします。これ超大事だから、融雪ホースっていうのがある。心不全を起こすっていうのは、この、ね、流れがね、何かがおかしくなっちゃうのを心不全って言います。この方法を使ったら、もっともっとアルファ1ブロッカーじゃない AC 阻害剤だと甘ったれるなと。心臓の動きの悪い人に心臓の動きが悪くなるんですよ。勇気いるよね。もしかしてこの方法を使うと心臓が良くなるんじゃないか。で、ペースメーカーを使ってどうするの。拡張型心筋症っていうのは、左室がね、大きくこう膨れて心臓の収縮が悪いやつ。ほとんどの人が心不全を起こします。なので心不全に対するちょっと理解が必要なので、すごくね、大事な2つ必要になります。で、その2つっていうのは、1つ目は血圧。血圧ってなんだっていうのをね、理解する必要があります。で、もう1つは流れ、血液の流れ、循環の流れ。これ超大事だから、みんなさ、血圧って言うでしょ。マーセットで測ってさ、みんな血圧測ったこと、あの健康診断で測ったことあるかもしれないけど、血圧が100の例えば75とかね、お父さんが血圧160のなんか90ぐらいになっちゃったんで高血圧だとかって言ってるけど、血圧って結局何かっていうと、こういうことなんですよ。全身の静脈が心臓に入ってきて、心臓から動脈に行くよね。動脈の中の圧力を血圧って言います。どういうイメージかっていうと、融雪ホースっていうのがあって、融雪ホースっていうのは、ホースが伝わって、ここから温かい水が出るわけ、温かいお湯が出るわけ。そして先端はどうなってるのかっていうと、先端で完全にもう蓋してかなり抵抗があるものにしてるんです。これ先端がさ、もしさ、これ切れてたらどうなってるの。ここの水減っちゃうよね。こうストーンとここは垂れ流しにしてしまったら、ここから出ていかないじゃない。だからここのところにね、ある程度の一番初めの抵抗が必要なんですよ。ある程度の抵抗が出ると、この中のホースの圧力は上がるよね。で、この上がって血流が枝分かれしっかりいく。で、人間の体も全く同じようになっていて、血液が心臓から出てくるわけ。ここにね、末梢血管抵抗ってあるんだけど、末梢血管抵抗がもしゼロで何もなかったとしたら、いろんな臓器に血流が流れないわけ。だから何があるかというと、末梢血管抵抗ってものがあって、末梢血管抵抗ってね、僕で学生の時に聞いても全然意味が分からなかった。何、末梢血管抵抗って何か、何なの。でもね、すごい簡単に言うと、ホースの先端をどれだけの力で握るんかってこと。この握りを強くすれば、末梢血管が上がるから、この中の圧力が上がるよね。この握りをちょっと弱くすると、抵抗が少なくなるから、この中の圧力が下がるよね。だから多くの高血圧の薬って、末梢血管抵抗を広げる薬なんですよ。高血圧の薬ね。これで理解しておいてね。さあ、その次、二つ目の大事なやつはね、循環の流れ。これめちゃくちゃ重要なんですよ。全身の静脈は、右方に行って、右方から三尖弁を通って、右室に行きます。で、右室から肺動脈を流れて、肺動脈、弁を流れて、肺動脈に行って、肺に行きます。で、肺から酸素をもらって、肺静脈で、サボ。で、それから左房から僧帽弁に行って、左室から大動脈弁を出て、大動脈に行く。つまり私たちが今血圧って言うのはここで、それまでにこれだけの流れがあるんですよって。で、血の流れっていうのはこっちからこっちに流れますよとっていうのはもう決まってるわけ。こっちをね、左って何かっていうのは、圧力系ってね、圧力を作る方ですよ。血圧を作る方ですよっていうのは左って言うんです。で、それに対して右側の青い方は何ていうかっていうと、右って言います。右ってこれ容量系って言うと、ボリュームって言います。ボリュームっていうのは、水とかむくみとかっていうやつは全部こっち、ね、だから首の方が静脈が張ったり足がむくんだりっていうのは、ね、全部こっち。だからそうすると、こっちをね、後負荷、こっちを前負荷で、心不全を起こすっていうのは、このね、流れがね、何かがおかしくなっちゃうのを心不全って言います。例えば心臓の収縮がすごく悪い、心臓の収縮が悪いと、心臓から大動脈に血流がほとんど出なくなってしまう。出なくなってしまう。で、血流はこっちから流れるから、出なくなるから手前が渋滞していくわけ。そうすると、砂防の圧が上がって、ここの圧が上がって、ここが排水腫。それもっともっと悪くなると、右室が拡大して、右房が拡大して、静脈系がむくんでくる。つまり何かというと、血流がこっちに行かないか、血流が出ていかないか、こっちが溜まっちゃう。っていうことが起こります。心不全っていうのは、この流れがどっかがおかしくなった場合、例えば僧帽弁閉鎖不全っていうのは、ここに僧帽弁ってあるんだけど、僧帽弁壊れてしまうと、こっちに行ったりこっちに行ったり、例えば左室がギュッて収縮した時に、本当はこう止まってくれるはずなのに、止まってこっちに行くはずなのに、左室がギュッて収縮したくない時に、こっちに行く血流と左房に戻ってしまう、逆流になってしまう。そうすると血流が行ったりここにずっとしてるだけで、大動脈の方に血流が出ていかない。これをね、心不全って言います。だから簡単に言うと、何らかの流れの障害があると心不全っていうふうに言います。でね、心不全の治療ってそんなに難しくなくて、今例えば拡張型心筋症で、ここで心臓の心筋あの、ね、収縮が悪いとした時に、例えばね、ここの血圧が200なんでしょ。200ってすごい圧力がかかってる。圧力がかかってる場合ではさ、ここの左室ってさ、同じように200の圧力をかけなきゃいけないわけ。そうすると結構な圧力負担かかるよね。だけどここのさ、圧力がもし100でよかったとしよう。血圧が100だったとしたら、ここも100でいいわけでしょ。そうするとね、心臓の収縮、心臓のね、治療ってね、そんなに難しくなくて、すごい簡単に言うと、血圧下げろ。
血圧を下げると簡単に出ていくから。だからそうするとね、過去のお医者さんは心不全を見た時に心臓のね、拡張型心筋症みたいに心臓が収縮しない心不全を見た時に血圧下げればいいじゃんかってことになったの。それはそうだよね。これが原理だ。これ循環だから、これね、ここは大原則だからね、押さえておいて。そしたらね、あるお医者さんがね、アルファブロッカーっていうのを使ったんです。アルファブロッカーって何かっていうと、この末梢血管でこう広げるやつ、簡単に言うとあのホースの出口を広げるやつね。ホースの出口を広げてあげると左室の圧が低くなる。だから左室が楽に動けるんじゃないかって言ってアルファブロッカーを使ったんですよ。で、良さそうだよね。ところがアルファブロッカーを使っても患者さん全然良くならなかったんですよ。あれ？おかしいなと。その時ね、あるお医者さんはね、あ、実はアルファブロッカーじゃダメなんじゃないか、この方法を使ったらもっともっと患者さんの用が良くなるんじゃないかっていうね、医者だったんですよ。それはね、そのお医者さん何を言ったかっていうと、こう思ったんですよ。ラスを抑える。ラスっていうのは何かっていうと、レニン、アンジオテンシン、アルドステロンシステム。例えば心臓の中から、心臓から出てくる血液が少ないと腎臓が勘違いしちゃうんですよ。腎臓が勘違いして、お、血流が少なくなっちゃってるよと、血流少なくなっちゃってるから、レニン、アンジオテンシン、アルドステロンを血圧を上げろっていうね、なんか悪循環になるんですよ。で、このね、悪循環のこのレニン、アルドステロン、アンジオテンシン、アルドステロンシステムのことをラスっていうんだけれども、有名な先生がアルファブロッカーではなくて同じ血管拡張剤なんだけど、このレニン、アンジオテンシン、アルドステロンを抑える薬で血管拡張剤を使える。アルファ1ブロッカーじゃない ACE 阻害剤だって言った。で、実際にやってみたんですよ。アルファブロッカー1、アルファブロッカーを投与して血管拡張した人と ACE 阻害剤で血管拡張した人、血圧は大体一緒ですよ、2つ、ね、ところが ACE 阻害剤を飲んでる方が長生きしたんです。で、これって何かっていうと、血圧っていうのはめちゃくちゃ大事なんだけども、私たちに目に見えないこのラスシステムを抑えろという時代が来ました。そしてこのね、ラスシステムっていうのは一番最後はね、アルドステロンっていうやつがあって、アルドステロンっていうのが一番末梢なんで、一番末梢の抑える薬でね、抗アルドステロン剤っていうのが、抗アルドステロンでカリウム保持性の利尿剤、抗アルドステロンを抑えてもやっぱり同じような作用なので、実はね、心不全の患者さん、拡張型心筋症とかの心臓の悪い人って血圧が高くないんだけども、ラスを抑えるために ACE 阻害剤とか抗アルドステロン剤とか、いわゆる血圧を下げる薬を、血圧120しかなくても飲む、血圧100しかなくても飲む、血圧90しかないのに血圧の薬を飲む。で、その理由っていうのはラスを抑えるんだって。まあ、そんなこと言ったって心臓の動きがそもそも悪いのが問題でしょうと。そうだよね、心臓の動きが悪いわけだから、心臓の動きが悪いのが問題だってね、言ってきたんですよ。だからそれはそうだよね。で、この動きが良くなればいいわけじゃない。良くしようとしたら、ね、医者がいたんですよ。つまり、ね、強心剤使う。心臓のこの拡張型心筋症の心臓がなかなか動かないっていう人に心臓の強心剤を使ったんですよ。そしたら心臓の動きがね、強くなるわけ。そしたら良くなりそうじゃない。そしたらね、何が起きたかっていうと、バッタバッタ死んでっちゃったんですよ、患者さんが。あれ、心臓の動きを強くして、動きが悪いって言うから、心臓の、ね、動きがそもそも悪いのが問題だって言うから、心臓の動きを強くしてみたらバタバタ死ぬ、どういうことなんだ、なんでなんだ、なんでなんだっていうね、思ってたら、まあね、簡単に言うとこういうことなんだ、ね、心不全って心臓のその心筋ってめちゃくちゃ頑張ってるわけ、止まるわけにいかないから。動きがすごく悪いんだけれども、めちゃくちゃ頑張って動いてるときに、なんて言われるかっていうと、薬飲んでさらに頑張れって言われるわけ。いやいやいや、もう限界だよと思ってるのに、もっと動けみたいな。そうするとある日突然パタンと、いやもう俺できない、いいわってなりそうじゃない、ね、っていうことが実際に起きたんですよ。だからこれを見た賢いお医者さんたちはどうしたか知ってるの？心臓の動きの悪い人に心臓の動きが悪くなるんですよ。勇気いるよね。で、そんなこと言ったらさ、でも世界中の医者に非難されるわけでしょ。お前何言ってんだ。でもね、実はそのね、薬がね、ベータブロッカーって薬なんです。ベータブロッカーって薬っていうのは心臓の収縮を落としたり心臓の脈拍を落としたりするんですよ。すごい簡単に言うと、心不全の時ってね、心臓はすごい頑張ってるわけ。自分は見た目はね、ほとんど収縮してないように思うかもしれないけど、心筋はすごい頑張ってるのを、ベータブロッカーは何風にどういうふうに声かけてるんだっていうと、そんなに頑張んなくていいよ、休んでいいよ。でね、かえってベータブロッカーの心筋をね、休ませるっていう治療が世界中でできたんです。なぜ世界中でできたかっていうと、ベータブロッカーを使うと長生きしてる人も多かったんです。だから拡張型心筋症にはベータブロッカーをよく使います。
ます。でちなみにベータブロッカーっていうのはラス系も抑える作用。で実際の48歳の男性にはでレントゲンで心臓の拡大を言われたり BNP っていう、ね、あの心不全の治療 BNP って血液の検査なんだけど BNP が上がってるっていうのは心不全だよとか。で歩くと息が切れるんですよって言ってね紹介されてきたんですよ。これなんか心臓の病気じゃないですかって。でその時のレントゲンがこれです。心臓がねすごい拡大していて超音波やったんですよ。あれ心臓がね全然収縮してないんですよ。あれこれねこれ拡張型心筋症じゃないか。で私たちの治療はどういうふうにやったかというとクロセミドって言って利尿剤を使いました。むくんでいたのでこれ全負荷を取ります。 ACE 阻害剤とベータブロッカー使いました。そうするとどうなるかって見てください。このレントゲンレントゲンがね CTR こんな大きかったのが心臓の真ん中とかね鼻のところが小さくなって心臓の動き見てちょっとだけ改善してない。これ短い間なんでちょっとだけ改善してるように見える。なのでこれって後ろですベータブロッカーって心臓を休める薬を使うとかえって収縮が良くなる。そしてもっともっと心臓がちっちゃくなる。で BNP の経過を見ると一番初めに300ぐらいあった BNP が83、78だと。で2桁ぐらいになれば大体いいんですけど BNP が下がってきて明確に退院できた。でこの患者さんは CTR が一番初め 68% から最終的には 44% に改善して体重が 75kg から 73kg に改善したと。で心機能も戻って元気に通院していると。でこの時にやった治療っていうのは利尿剤全負荷を取るよということとラス系をブロックする ACE 阻害剤それから休んでいいよというベータブロッカーを使う。で勇気のあるお医者さんがいたおかげに悪い心臓には心臓を休ませろというベータブロッカーを使うんですよということで劇的に改善してたんですよ。心不全ってさ僕たちにとってみたら心不全って分かるんだけど患者さんって基本的にはさ息が切れるって息が切れるって理由はね貧血であろうが心不全であろうが心不全であろうが何だっていろんな理由で来るわけだからそれなかなか難しいんだけれどもで基本的には心不全の概念っていうのはねこういうことなんですよ。私たちここにいる基本的には心不全っていうのは何かが理由でアウトプットできないよってことなんです。例えば私たちここにいるとするでしょ出せないってどういう状況かっていうと余ったれるなと休まず勉強しようとかでね先輩とかに何て言われるかっていうと進級しなければ結局ね人生なんて終わりでしょ結果とかで他の先生って何て言われるかっていうとこのままだと留年だよともっと勉強しろって言われるわけだけどさいいみんなさ普段さいやダラダラしたいの分かるよダラダラしたいのも分かるしいろんなことやりたいのも分かるだけど結構頑張って自分のアウトプットうまくできないからこんなねいろんなしがらみがあってうまく出せなくて結局何ができるんだっていうと心臓の勉強しなきゃいけない腎臓の勉強しなければいけない神経の勉強もしなければいけない外科の勉強もしなければいけないけどクラブもやらなきゃいけないいやいや、ね、ゲームもやらなきゃいけないね音楽も聴かなければいけないとかさ SNS やったり恋愛やったりとかさ友達関係もやらなきゃいけないいろいろあるでしょ。だけど気づくんだよねあれこんなの1日でできる量じゃないもう私ダメだ全部溜まって全部処理できねえ今はみんな処理できてると思うよところがみんな頑張ってるの頑張ってるくせに多分負荷がかかってくると処理できなくなっちゃうそれが心不全です。日々を上手に過ごさないと心不全になっていますで私たちの目の前に来る患者さんっていうのは体がこういう流れの障害が起きてるんだよ、ね、収縮できなくてアウトプットができないよということがあるんですよ。この心不全って、ね、来た時にあの73歳の女性で心臓はねやっぱり収縮してなかったんです。イジェクションフラクションって言ってねこれが 30% ぐらいでこの患者さんはどういうふうに来たかってやっぱ先生歩くと息が苦しいんですよって来たんですよ。そして来てね心電図取ってみたらねめちゃくちゃ脈が速い心房細胞だったんです。150くらいの心房細胞がずっと続いてるレントゲンなんでレントゲン取ってみると心臓を拡大していて心臓の収縮が悪かったと。で結果的にどうしたかっていうと私たち心房細胞を治しました。抗凝固剤を使って電気ショックをかけて心電ね心あの普通の脈に戻したところは心臓がねちっちゃくなってきて心臓の動きが出てきたんですよ。これ何かっていうと一番初め来た時っていうのは心臓の動きが悪いから私たち超音波見た瞬間に心臓が悪いからあこの人もしかして拡張型心筋症かもしれないと思ってるわけ来た時は。でも原因は心房細動脈が速くいことが脈ねずっと速くずっとね打ち続けちゃうと心臓休んでる時間がないからどんどん収縮が落ちちゃうんですよ。だけど心臓の動き心臓の脈拍を適切に保ってあげることによって心臓がさらに休めるようになるので収縮ができるようになるよ。だからこの人は実はね拡張型心筋症ではないんですよね、この人の原因は脈が速かったことが原因なんです。これを頻脈誘発性の心筋症っていうふうに、ね、もちろん冠動脈が、ね、綺麗だってことは確認しています。私たちね一番初めこの超音波を見た時にあ拡張型心筋症だこの人って実は分かんないんですよ。なぜかというと拡張型心筋症っていうのは除外診断って何かっていうの二次性心筋症を否定したもの拡張型心筋症のなんかっぽいんだけど見た目はっぽいけれどもあこの人もしかして心サルコイドースがあるよとか違う原因が考えられる場合にはそっち
例えばアルコールをたくさん飲んでて心筋症になっている、拡張型心筋症みたいになっている、朝から晩までずっとアルコール飲んでるんだっていう場合にはアルコールが原因なんですよ。拡張型心筋症じゃないんですよ。なので二次性の心筋症っていうものを、ね、全部除外すると初めて拡張型心筋症になるんです。だから一番初め来た時っていうのは、僕たちこの心臓を見た時に何て表現するかっていうと DCM っぽいって表現します。なぜかっていうと来た時分かんないから、救急外来でこの人 DCM かどうかわかんないから DCM っぽいって言います。で治療してる間にどんな二次性のものを持ってるのか、甲状腺疾患あるのかなとかね、骨髄腫があるのかなとか、腎臓悪いのかな、肝臓悪いのかな、糖尿病あるのかな、高血圧あるのかなとかっていろんな病気を、ね、見に行きます、治療しながらね。なので一番初め来た時っていうのは DCM かどうかわからないんですけど、この症例は後から考えてみると脈拍をね適切に戻したことによって戻ってるので、あ、頻拍性 の心筋症だったなっていうことが分かって、拡張型心筋症じゃないよということが分かります。次の症例は58歳の男性で、やっぱりねこの人膝呼吸って夜なんか息が苦しくて起き上がっちゃうってやつ、寝てたんだけども、もう苦しくて横になれないで座ってね、なんとか楽になってるっていうような状況で救急車で搬送されてきたと。救急車で搬送されてきた時の心エコーがこんな感じ、心臓が大きくて心エコーがこんな感じ、イジェクションフラクション 20% 全然心臓動いてないよと。で私たちなんて言うかっていうと、おDCM っぽいって、実際に冠動脈造影とかやってみて、冠動脈にちゃんと狭窄がなくてしっかり血流が流れてるってことが分かれば、非虚血性の心筋症だってことが分かります。そしていろんな病気が除外できれば、初めてこの人 DCM だっていうふうに診断ができます。この症例で、ね、例えば利尿剤とか使ったり、テフロセミドってアルダクトン AC、 アルダクトンっていうのは抗アルドステロンブロッカー、 AC 阻害剤とベータブロッカー、ベータ遮断薬を使ったんです。でそしてやって心臓の動きが良くなるはずなのに、心臓の機能は、ね、変わんないんですよ。だから私たち治療をするんですけど、拡張型心筋症に拡張型心不全の治療で AC 阻害ラスケをターゲットにしてベータブロッカーを使って治療するんだけど、実は心臓の機能が改善しないケースもあるんだよ。だけどレントゲンで CTR もね 62% から 43% に小さくなって、体重も54キロから52キロに減った、この減ったって水が抜けたという、むくみの水が抜けたという。でそして BNP を測ってみると、一番初めに来てが382で、3桁台が治療してみてなんともう2桁台、ね、18とか26これいいよと。で実際に再発することなく経過できているということで、心臓の動きがね必ずしもね改善しない場合があるよと。だけどこの症例は改善しないけれども、うまく退院できて生活をちゃんと送っているよということです。さあ次の症例、こういう症例がねちょっと問題ですよ。心不全で52歳の男性で、急激な体重増加があって息切れがあった。で、もともと糖尿病があって代謝内科からね症状があったんですよ。なんか息が苦しいって言ってるんですけど、レントゲン撮ってみたら CTR が拡大していて胸水が溜まっていて、患者さんの診察するときに足とかがボコボコすごくむくんでるわけ。つまり右心不全症状と左心不全症状両方は、私たち利尿剤を使ったりしてなんかやってるんだけど、超音波を見てみると心臓の動きはね全然動いてないわけ。わーっと私たちなんて言うかっていうと、DCM っぽい。一番初めの BNP の1800ぐらいある中で、まあ、最終的にはなんとか500まで落ち着いたり、いろんなことをやってフロセミドを使いながら、レニアンの AC 阻害剤を使ってベータブロッカーを使うやったけども500ぐらいになるで、まあ一応ねここまで改善したんです。 CTR が 68% から 45% これめちゃくちゃ改善なので、体重が80キロからなんと50キロ、つまりこの人30キロも水持ってた、むくみを持ってた。で利尿剤を使って30キロの大変水だから、心不全で水が溜まっていたのがね実際は50キロの体だった。でそれで退院してったんですよ。ところがまた心不全の再増悪で入院してきました。 AC 阻害剤使ってラスケを抑えてベータブロッカーを使っても心機能が改善しない例もあるばかりか、また心臓が悪くなっちゃう例があるんだよ。でこういうのを繰り返す心不全で、こういうのがひどくなったらどうするんかっていうと、思いっきりひどくなったら心移植です。もう心臓を取り替えるということしかないんです。ここから私たちが学ぶべきことっていうのは、ラスを抑えてもベータブロッカーで心臓を休ませてもうまくいかない症例もあるんだよって、これが実際の臨床です。ところがねアメリカでね移植を待ってる、移植ってこれ順番が必要、そんなに心臓ボコボコあるわけないから、こうね移植を待ってね生活してる人がいるわけで、も心移植ってそんなに順番回ってこないから、その間に残念ながら心不全を起こしちゃって、またさらにね悪い心不全を起こしちゃって命をなくしちゃうって人もいた。で移植を待ってるんで、そしたらねある賢い医者の人がね、もしかして移植しないでラス系も抑えずにベータブロッカーも使わずに、もしかしたらうまい治療ができるんじゃないかって思いついた人だったんですよ。でなぜ思いついたかっていうと、
そのね、移植体験の人のね、特徴をね、捉えた医者がいたんですよ。どういう特徴があったかっていうと、多くの人が心電図で異常があったんですよ。どういう異常があったかっていうと、左脚ブロックがあったんです。左脚ブロックってどういうことかっていうと、左脚と右脚って電気が流れるんだけど、左脚がブロックされてるから、なんかね、すごい簡単に言うと、心臓をこうやって挟み、こう、あのね、一緒に同時に収縮するので、左脚ブロックってどうなるかっていうと、こっちの壁が収縮したらこっちが出ていっちゃって、こっちの壁が拡張するときに遅れてこっちが収縮する。だから簡単に言うと、ね、揺れてるだけなんですよ、左脚ブロック。っていうことに気づいた。そしたら、もしかして、この方法を使うと心臓が良くなるんじゃないかって言った先生は、どういうふうにするんだっていうと、ペースメーカーを使える。ペースメーカーを使ってどうするの？この揺らぎを同時に収縮させる。CRT って言って、心臓の再同期療法って言うんだけど、心臓の再同期療法をやってみたら、なんと心移植で待ってる人がの数パーセント、数十パーセントが、心機能がね、軒並み良くなってきたんですよ。だから結局ね、心移植しなくて済んだという症例がたくさん出てきたんですよ。で、これを CRT って言ってるんですけど、なので私たち、薬をやってダメな時って CRT に行く。CRT に行くと、心臓の機能が良くなっていくと。で、そういう症例が出てくるので CRT を使います。もちろん CRT がダメだったら今は移植になる。なので移植の前に CRT やる。で、CRT って言ってもなかなかね、その再同期療法って言うと難しいんだけど、で、簡単に説明しますよ。みんなね、ちょっとこっち見て。このほっぺに空気を膨らめます。空気を膨らめて、例えば僕が心臓でこうやってやる。で、これをね、こうやって横に動かしたとしよう。これ左脚。ところが、これ左脚ブロックをペースメーカーでこっちとこっちとこっち両方でペースメーカーに入れておくわけ。で、これをね、同時に収縮させるんです。そうするとどうなるかっていうと、出るんですよ。はい、みんなやってみよう。みんな、はい、口を広げて、まず左右ちょっとずらして押してみて、ずらして押してみて、多分ね、プッと出てこない。ところが、それをね、両方一気に押してもらう。あの、できれば隣の人に向いて、こうね、ブルブルって、あの、出るでしょ。出ない。出るでしょ。これがね、あの CRT ってやつなんですよ。だから、やっぱりね、賢いお医者さんがいるんだね。で、移植待ちの人の心臓をよく見たら、左脚ブロックでこれがずれてるってことに気づいた。中隔と側壁が、収縮がずれてるってことに気づいた。だけど、これを一緒にすればアウトプットできるって言って、実際に患者さんが良くなったのが CRT です。歩こう、美味しい空気吸って、今朝は調子いいかな、少し早起きをして、駅を一つ手前で降りて歩いてみようよ。